はい、皆さんこんにちは。ユーフィットトニーです。今日はですね、これを知らないと絶対に損するダンベルスナッチのテクニック、これを今日は説明していきたいと思います。多分初めてダンベルスナッチをやる人はこんな感じでスナッチやると思います。ここから一度上げると、で下ろして、ここで下でまた入れて上げて下ろして、で入れ替えて上げるとね。こんな感じで一回一回床で持ち替えて、丁寧にね上げていくということをやると思います。まあ、これはこれで正しいです。でも実際にこうね大会とかになるともっと速くて、効率的なやり方があります。それは、ダンベルを空中で入れ替えるということです。ダンベルが動いている間に入れ替えることで無駄なく、ダンベルをスナッチしていきます。ここから上げて降りてくる瞬間に入れ替えて上げて。こういった動作になります。それではですね、実際にじゃあこの2つを比べた時にどのぐらいねタイムとか、効率性に差が出るのかちょっとやってみたいと思います。ダンベルをですね空中で入れ替えると上からの速度をですねうまく伝えるのでここですっと入れ替えることができます。あとは床で止めないのでダンベルが床についた反動ですね、それをそのまま使ってふっと上げられるので上げることもすごく楽にできるようになります。はい、今ね皆さん比較動画を見ていただいたようにこれだけ、ね、タイムに差が出ました。なのでこれまでね全然、このテクニックをね取り入れたことない初心者の方、それからまた中級者の方もぜひこのテクニックを取り入れてチャレンジしてもらえると嬉しいなと思います。それでは今日もご視聴ありがとうございました。ユーフィットのトニーでした。